貸切バス西鉄北九州観光株式会社は、西日本鉄道の全額出資会社の一つで、福岡県北九州市小倉北区青葉1丁目2番32号に本社を置き、同市を中心に貸切バス事業を行っていたバス事業者である。2008年4月1日付で、西鉄観光バスと共に九州観光バスに九州合併され解散した。 西鉄北九州観光は、西鉄全学出資子会社の路線バス、貸切バス事業者であった西鉄バス、建築株式会社を、九州合併している。またその西鉄バス建築は、合併前に、やはり西鉄全学出資子会社の路線、貸切バス事業者であった西鉄バスに、豊か株式会社を吸収している。ここではこれらの吸収された、子会社についても扱う。 北九州観光バス9メートル貸切車、建築交通9メートル貸切車末期の中津、行橋線路線車車両は、自社発注車両のほか、西鉄から譲渡を受けた車両もあった。三菱不装、日産ディーゼル製で、カラーリングは、自社カラーから、西鉄グループ共通のルーセントカラーへ変更中で、あったが、2007年4月の車体更新車より、 西鉄観光バスが採用している青鳥カラーを使用している。2006年に一部の車両が西鉄バス北九州に譲渡されている。車体は三菱の中型車のごく一部を除き西日本車対抗行政。小型車のうちの一台は三菱パジェロのシャーシに西港のボディを結合した特別車を製作し数年間使用していた。ありがとうございます。